何？なんかさらっと言ったけど、ブライアン・フェリーとお話ししたの。あ、天の声さん。ブライアン・フェリーは、あの人すごくいい人で、そのレコード会社時代に来日した時に、まあ、ご飯みんなで食べたりとか、あと、何回目かの時は、西麻布のちょっと日本食みたいなレストランで打ち上げみたいな感じで、みんなでこう、バンド、ブライアン・フェリーバンドと一緒に食事会をやったんですよ。その時に、私とかは端のカウンターのとこに何人かでこう目立たないようにして、で大きいテーブルが2つあって、ブライアン・フェリーとかその会社の社長とかなんかいろいろいたんだけど、ブライアン・フェリーがすっごい私たちのことを気にしてくれて、こっちに来て、君たちちゃんと食べてる？大丈夫？って言いに来てくれたから、あ、もう全然大丈夫で私たち食べてますって言ったら、自分のテーブルからいろいろ食べ物を取ってお皿に乗っけて、これ食べなさいって運んできてくれた、うん、気配りの男ブライアン・フェリー。それに比べてじゃないけど、はい、アンディ・ニューマックがその時ドラマーだったで、アンディ・ニューマックは、アンディ・ニューマックか、そう、それはアンディ・ニューマックは別に悪い人じゃないんだけど、多分お腹がすごく空いてて、ちょっと早く着いたらやっぱり主役を待たなきゃいけないじゃないですか。腹が減った、腹が減った、いい散らかしたんだ、ちょっとご機嫌な。それで後にクラフトに怒られるわけだ。いや、ちょっとアンディ・ニューマックはね、そういう思い出としては、お腹が空いて機嫌悪かったなっていう。でもブライアン・フェリーはそうやって食べ物を皿に入れてわざわざ私たちに持ってきてくれたりで、ね、その後またね、私会社にいる時にニューヨークに会社の人とかなんか偶然いろいろみんなこうスケジュールがたまたまあって、なんか何人かでニューヨークに行ったことがあるんですよ。みんな日程バラバラだけど。何それは、社員旅行的な？違う違う、私が会社の人と4人ぐらいで、まあそれは同じ飛行機で同じ日程、プライベート、プライベートで、うん、そしたら別の友達もそこに来て、なんか3日一緒で、なんかホテルの部屋も私がそっち転がり込んだけど、いろいろそういうあって、その時に、会社の人と3人でブライアン・フェリーがアメリカのツアーの初日に、まあ、ウォームアップみたいな感じで、ニューヨークの前の前の日ぐらいに郊外でコンサートをやる。でそれに、まあ、私たち間に合うから、その日程的に行けることになって、チケットを取ってもらって、で3人で電車に乗ってニューヨークから1時間ぐらいのところに行ったんですよ。それでそれ初日だったから、コンサートが終わってちょっとあっちでみんなでこう関係者が集まって飲んだり食べたりするんで、よかったらどうぞって言われて、で、まあ、日本人3人でテーブルに座っていたら、ブライアン・フェリーが入ってきたら、まっすぐ私たちのところに来てくれて、いや、日本から来てくれてありがとうと思って出して、そういう本当になんか気配りの人、ちゃんと覚えててくれてるんだね。だからその僕のレコード会社の、日本のレコード会社の人、うんうん、でそれがね、ブライアン・フェリーとその時結婚してた人って私の友達のいとこだろう。日本人？うん、イギリス人。おお、うん、私の昔働いてた会社、うんうん、本社にいるイギリス人がいて、うん、で私がそのレコード会社に移ってブライアン・フェリーに会ってかっこよかったって言ったら、え、うちの会社にブライアン・フェリーのいとこがいるわよとかって言われて、誰って言ったら、リチャードって、ね、リチャードって言うから、え、似ても似つかないじゃないって言ったら、いや、彼のいとこがブライアン・フェリーと結婚したから、まあ義理のいとこってやつ、うん、でもそのリチャードの、お家っていうのはものすごいいいお家で、でブライアン・フェリーっていうのはまあ普通の家っていうか、そんなにいいお家の人じゃないんだけど、奥さんがすごい優秀ある、素晴らしい、やんごとなき、そう、うん、でケンジントンに住んでいて、ケンジントンね、でケンジントンのおばあちゃんの家にブライアン・フェリーと住んでる。
で、その私はリチャードに何度もお茶飲みに行こうよ、お茶飲みに行こうよ誘ったんだけど、うん、私の魂胆が見え見えなんで連れてってもらえなかったんだけど、まあそれはそれで、それはその時にニューヨークの郊外のところのパーティーで奥さんもいたから、私実はリチャードと昔同じ会社で働いてたんですよ。ああリチャードみたいな感じでちょっと、まあ、そこでね盛り上がっちゃった、盛り上がったんですけど、何年も会ってないけど元気かしらみたいな。まあとにかくブランフェリーは本当にいい人で、うん、でまたさらにそのもうちょっと後で、私がロンドンにいる時に友達の紹介である、まあ、アパートに住んでた。で1階と2階があって玄関は別なんだけど、その1階に住んでる人も私の友達の同僚だったから何かと行き来があったんです、1階と2階で。そしたらある時にブライアン・フェリーがうちの前を通った。で、なんでって言ったら、あ、その下にいるね人が、あ、彼は毎日のようにそこに車止めて、そこレコーディングスタジオだからそこに来てんのよ、なんかさらっと言うから早く言ってよって言って、でそれから私はキッチンがあって、そこから外が見えるんで毎日毎日キッチンからこう外を見てた。そしたらある時にブライアン・フェリーが向かい の新聞とかいろいろ雑貨とか行ってる店に歩いてくのが見えた。キッチンの窓からこうやって見てたら、向こうからブライアン・フェリーがこうこっちのスタジオに向かって歩いてきた、道路を渡ってきたから2階からブライアンとか言ってさ私よ私ちょっと待っ て今降りてくからちょっと待ってって言ってダーッと降りてって、私よ私でも会社名も言って、あの時ニューヨークでとかあの時こうでって言ったら、うん、ああって、まあ、一応いい人だからいい人という人でしたという、ブライアン・フェリーはとてもいい人ですというね。そうなんだ、はい、でとてもなんかつながりがちょこっとだけあった感じで、で、あ、そうそう、また別の、いとこじゃない社員は、ちょっと田舎に住んでるんですけど、うん、てか田舎に実家があるんですけど、なんと隣の家がブライアン・フェリーの家だった、うん。ブライアン・フェリーもいろんなとこ住んでるんだけども、そしたら、ある時ね、クリスマスの時に、うん、雨が降っていたんだけども、ピンポンってなるから、開けたら、真っ白いスーツを着たすっごいかっこいいっていうか、まだブライアン・フェリーが立ってたんですでそこの妹が出て、もうブライアン・フェリーすごかったわよとか言って、何かと思ったら隣に住んでるものですけど、うちの犬がちょっと脱走しちゃって来てませんかとか見てませんかって、それがなんとうちの隣の住人はブライアン・フェリーだったのよ。そんなさ、近所にさ伺いを立てるために白いスーツって、いやだから多分パーティーかなんか向こうもやっていて、うん、でその時に逃げたから探し回って隣に、ね、でもすごい敷地が広いから隣に誰が住んでるのかとか、まあお父さんとかお母さんブライアン・フェリー知らないかもしれないし、たまたまその日は家族でクリスマスだったから、そこのお家実家でみんなでパーティーやってたらしいんだけど、かっこいいよね、確かに、ね、かっこいいし、うん、ちょっと気取ってるように見えるかもしれないけど、うん、本当に腰も低いし、うん、もう本当に食べ物を持ってきてくれた本当にいい人だな。まだご存命なんだよ。ご存命です。何歳ぐらい今？70ちょいぐらいかな。あの3年ぐらい前来日したけど、えものすごい全然変わってないっていうか、まあいい感じで、あれですよ、かっこよかった、相変わらず。見に行ったの？うん、もちろん、NHK ホールだったかな、超満員だ。あれ表参道の交差点のビルの一角で何かやったっていうのはブライアン・フェリーなんだっけ？あ、さっき言ったレオンがあるビルのラフォーレの向かいにあったね、今、うんうんうん、東急プラザっていうあれになったんだけど、うん、ビルになったんだけど、そこの中庭みたいなところにカフェがあって、そこ吹き抜けのとこで、うん、ブライアン・フェリーが初めて来日した時にそこでパーティーをやった。もちろんそんなのは行けないから
次の日に行きましたよ。昨日ブライアン・フェリーがここにいたんだ。レオン？レオン、そしたらいつぐらいまであったんだっけ？10年ぐらい前ですかね。なんか急になんか蘇ってきたな。あったね。ブライアン・フェリーは75歳だ。うん、あ、じゃあクラフトと同じですか。基準がみんなクラフトに。まあ、それはしょうがないね。1945年9月生まれ。うん、じゃああれか。半年しかしたね。いやでもね、ちょっとクラプトンファンには悪いけど、めっちゃ悪いけど、クラプトンより全然若い。本当に若々しいっていうか。まあね、いろいろ酒も飲んだし、薬物もあると年取るよね。